皆さんこんにちは。旅鉄道しおチャンネルのしおちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は JR 佐世保線の有田駅に来ています。有田駅といえば有田焼で有名な駅ですよね。今日のテーマは、唐津まで行くには二社連絡が安くて早いルートだったというテーマでお送りしますので、最後までよろしくお願いします。ただし便数は限られておりますので、ご利用される際は十分注意していただきたいと思います。さて、有田から唐津に向かう場合、2つのルートが考えられます。1つ目は、有田から佐世保線と長崎本線を使って佐賀か久保田まで行き、唐津線に乗り換えて唐津へ向かうルート。2つ目が、今回ご紹介する松浦鉄道と JR 筑肥線を使うルートになります。ここ有田駅には JR 九州の他に松浦鉄道が乗り入れており、同じく焼き物で有名な伊万里へ行くことができます。そして伊万里で JR 筑肥線に乗り換えまして、唐津へ向かいたいと思います。料金表を見ると、久保田経由は1680円、一方松浦鉄道の伊万里までの料金は460円となっております。伊万里唐津間の料金は後ほど JR 伊万里駅で確認したいと思います。それではこれから松浦鉄道が乗り入れております3番乗り場へ移動したいと思います。今から15時47分発の伊万里行きに乗りまして、伊万里での JR 筑肥線への乗り継ぎ時間は9分ですね。
それでは皆様にはしばらく後方展望をご覧いただきながら、松浦鉄道の有田伊万里間についての簡単な解説をしたいと思います。1898年明治31年8月に伊万里鉄道が陶磁器を運搬する目的で開業したのが始まりで、なんと同じ年の12月に九州鉄道に合併されました。そして1907年明治40年7月に九州鉄道が買収国有化されて関節鉄道になりました。その後区鉄となって第2次特定地方交通線に指定され廃止の危機に立たされましたが、地元の熱意により1987年昭和62年4月に一旦国鉄が JR 九州に引き継がれた後に1988年昭和63年4月に松浦鉄道西九州線として転換されて現在に至っております。なお有田伊万里間の距離は13キロ、駅の数は11となっております。
それではこれから JR 筑肥線に乗り換えたいと思います。 JR 筑肥線の伊万里駅は道路を挟んで東側にあります。では伊万里から唐津までの料金を運賃表で確認したいと思います。唐津までの料金は660円ですね。松浦鉄道の運賃460円合計すると1120円ですね。やはりこちらの経路の方が安いようです。それではこれから唐津行きに乗車します。西側の筑肥線に乗車するのは初めてなのでとっても楽しみです。山本方面唐津行き万々列車です。踊り間違いのないよう踊り間違いのないよう。
まもなく山本の山本です。スタンバイの運転士でございます。すみません、電車ペルチリオです。または、椅子をお降りください。電車は運転士お捨て取りでお降りください。また、タクシー、タクシーの列車にお乗り換えのお客様です。椅子や電車をお持ちのない方は、山本までの運転をお捨て取りください。電車一両です。電車一両です。はい、おはようございます。はい、おはようございます。失礼します。入門を手伝います。明日までしばらくお待ちください。
唐津に到着しました。今回は伊万里経由で唐津まで来ましたが、ここで久保田経由との比較をしてみたいと思います。地図上では赤のルートが今回のルート、空色のルートが久保田経由になります。かなり違いがありますね。運賃が伊万里経由が1120円、久保田経由が1680円、距離は伊万里経由が 46.1km、 久保田経由が 76.7km となります。その差は運賃が560円、距離はなんと約 30km もの差があります。そして所要時間の差は接続にもよりますが、約40分から50分の差があります。なので今回のルートは本数は少ないですが、かなり時間とお金の節約になりますので、ご都合が合えば使われてみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは九州、福岡の鉄道系動画を中心に投稿しています。今後もどんどん取材投稿をしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。